朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。2番のプレイヤーは発言してください。ちょっとすいません。パズルスターズ、まあそうだな、進行論を言わなきゃダメなムードなんですけど、じゃあ、考察をサボらないためにも、ちょっと自分に重圧をかけて、2周目は自分を含めた、ランテージを1本、まあ、あの、一角役職が、まあ言ったら、まあ、あんま意味ないんですけど、自分含めた誰か、黒っぽい人を1本挙げて、ランテージしたいと思います。ただ、占い3仕様とかになった場合は、ちょっとめんどくさいんでやめてきます。はい。あ、あと、霊能2仕様になった時もやめてきます。じゃあ、はい、以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。はい、特に仕様とかありません。そうですね。まあ、2番さんの自分も含めてのこうランテージをするっていう、まあ、発言に対しては、まあまあまあ、そういう発言残すと結構いろんなところから、ああだこうだってこう言われるような、まあ、なんて言うんだろう、こう、すごく意志の強い発言というか、まあ、尖った発言だなっていう印象だったので、まあ、そんな発言を初手でまあ、するっていうのは、まあ、まあ、若干のこう、なんて言うんだろう、人間要素というか、まあ、そんなのが本当に若干です。特に色がつくほどではないですけれども、まあ、若干取れるかなっていうのはありましたね。はい。まあ、まあ、進行とかは盤面が出揃ってからじゃないとこういこうっていうのはまあ出てこないかなと思います。まあ、それは2周目かな。以上。4番のプレイヤーは発言してください。はい、ありがとうございます。2番、3番に抱いた感想ですね。まあ、2番さん、その、なんか、自分を含めたランテージって言ってたんですけど、その、2番さんを釣る盤面になる想定の場合ってことですかね。で、その場合って、2番さん、白先にない前提ってことなんですかね。ちょっとなんか、2番さんが自分が白先にはなることはないって言ってるように感じてしまったのは深読みかもしれないですけど。で、3番さんに関しては、その、わーわー言うことを2番さんが言ったから白。その僕はわーわー言う、まあ僕はわー言いましたけど、わーわー言うってことの内容を明らかにしないと、2番さんがあたかも叩かれるのが、まっとうな政策筋であるっていうふうな印象付けしようとしてるふうにも見えたんで、まあ、それもまたどうかなっていう。5番のプレイヤーは発言してください。ごめん、ひょうちんちんちょうしなっちゃった。すいません。あの、本枠のね。霊能です。把握お願いしますってところなので、まあ、対語できた場合は、まあ、基本釣り切りなんですが、まあ、新要素を自分から拾えるなら、まあ、残していただいてってところですかね。だったらグレー精査してほしいなと思ってます。まあ、2周目じゃないですか。今話聞いてますけど。特段なんかここが黒いっていうのは正直なくて。まあ、なので、まあ、いろいろ6番から話を聞いている占い師のね、精査も、まあ、出てくるかなと思っているので、まあ、2周目、しっかりと考察を落としていけたらいいかなと思います。じゃあ、腰据えで待ってます。6番のプレイヤーは発言してください。占い師出てます？占い師出てなかったら精査できないんですけど、あと5番さんの新要素って言われてますけど、むしろ偽要素の方が多くて、5番視点、2番がランテージしますって発言気になりませんか？ランテージするってことは、5番視点、レノー対抗の可能性あんちゃいって話してください。まあ、あんま触れてもしょうがないんで、覚えてください。4番の話で、ロボっぽくて、なんか、ふざけてんのかな？なんかふざけてなんかダイヤ買ってなんかやってんのかなって思うぐらい、なんかすげえなんか、なんか機械音っぽくて、内容が全然入ってこなかったね、なんかさ。なんか、わかる人いるかな？はい。はい。まあ、でもなんか2番さんの言い方的にはなんかあんまり正直でもランテージとは言ってたんですけど、なんかあんまり人外っぽくなくて、なんか本当に思って言ってそうだなっていう感想です。以上です。7番
のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい。自分、霊能者です。霊能者です。把握お願いします。まあね、5番さんが偽物なんで、5番さんから釣ってもらいたいなと思ってます。3、4、6に関しては、まあ、6番さんは、5番さん、なんか、心腹ないみたいな、多分、はっきりとは言ってないけど、そんな感じだったんで、今とか印象良くなってしまいますけどもね、って感じですね。ただ、まあ、この後の意見を聞いて、しっかり決めたいと思います。僕はね、3番さんが、5番さんが出てこなかった時点で、3番釣ってもいいかなと思ったんですよね。3番さんが、なんか、自分も含めていいからみたいなのが。僕は、3番さんが狂人っぽいなとちょっと思っていました。でも、5番さんが出てきたんで、狂人5番あるかもしれないから、わかんない。8番のプレイヤーは発言してください。はい。占い師で4勝でした。楽にしやすい。6、7はいいんじゃない引き切れば。2、3なんか2周目だし。まあ、1.2 番さんで、ちょっとこいつかっけえなって思ったのが、まあ、安定進行を取るような盤面じゃないとき、まあ、レーノーロラとかね。まあ、そういう盤面じゃないときは、自分と自分が挙げた対抗の欄にするってトップバッターで言ってるのが、男だなって思いましたね。めちゃくちゃ男だなって思いました。格があったっすね。まあ、実際そうならなそうですよね。もうこの現状かって。分かってた人狼という可能性もありますよ。9番のプレイヤーは発言してください。まあ、釣り切って、味番が2番弾くなら、2番以外を釣ればいいんじゃないですか。それがいいんじゃないですか。他のところを釣ったらいいんじゃないですか。で、決め打つ要素がないんで、どっちも芯がないんだったら、まあ、釣り切る、できればいいじゃないですか。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい。使用内容。2番の位置で何に出てくるんかな。テンプルとか絶対出ないでくださいね。絶対出ないで。はい。テンプルとか信用ならないんで。ないでね、はい、どうでしょうこのプレッシャー。こんなの釣り切りね、なら今日7からかな、うん、5で何で見てるって狂人かもしれへんねみたいな、最後のなんか意味はから発言がちょっとくせえなと思った。真ならその発言してほしくなったかなって感じ。まあどうせ釣り切りだから今日7から。あとはグレイチやねんけど、まあどうなんかな、2周目の発言次第かなって感じ。はい、以上。2番のプレイヤーは発言してください。はい、では行かせていただきます。まあ、まあいいや、まあ霊能なんですけど、これ僕ね、グレーだったら6番さん行きたかったです。その理由は、まあこれ結構しょうもない理由なんですけど、6番って5番に対して、2番が対抗の霊能だと思わないのか ?5 番変じゃねみたいな発言したんですよ。で、僕は、霊能が2CO になったり、占いが 3CO になった場合は、自分を含めた乱定時をしませんってちゃんときっぱり言ってるので、なんか6から5の叩きって不当なんですよ。なので僕は6番さん引っ張りで7番さんを釣りたいです、はい、僕は6番さん引っ張りで7番さんを釣りたいです。まあ27のランでいいよとか本当は言いたいんですけど、ちょっと無理なんで、はい、僕はじゃあ7番さんに行こうかなと思ってます。で、まあ占いはまあ9番でいいんじゃないかな。うん。まあ、あと、1番さんに共感できたのは、なんだっけ、7番が3番を狂人で置く理由が意味わかんないっていうのは、僕もすごい納得しました。はい。なんで、今んところ1番は村買ってます。そんぐらいっす。はい。まあ、6番は、まあ、6番は多分、釣り縄でいけると思うんで、
とりあえず9番白が一番ムラ強いでしょう。ねえ、9番さん。3番のプレイヤーは発言してください。はい、盤面狭めるために出ますね。僕、騎士です。はい、とりあえず、まあ、そんなに黒く追われてなかったけど出ときます。まあ、占い師狭めてあげたいっていうところで出ときます。現状、2、5、7の中で芯がないかなと思っているのが7番さんで、2番さん、5番さんは陽性者かなというふうに思っています。2番さんが出ない前提のもとに、5番、7番が霊媒で出ている状況下で、5、7のローラーでいいでしょっていう発言を残していた、1番さん、9番さんがいるので、仮に2が狼だった場合は、1か9に相方がいるのかなって待って、そう考えるとあれか。夜段階で2番が霊能で出ますよみたいなことを発言を残していたのであればちょっと別の話にはなってくるけれども、まあそうでなく2番が戦略として単体で宇人狼でもし動いているのであれば1級に相方がいる可能性はあるかなとは思っているが、2が真であった場合っていうのは、あれ ?2 番って霊能使用しなかったっけ、あれごめんなさい。あ、じゃあもうあれですね。僕の考えていた考察がもうすべて、空中に行くので、あ、じゃあもういいや、一回直しますね。5番さん、7番さんだったら、7番さんの方が芯がないかなと思っているので、5番さん残して発言したいかなというふうに思っています。はいはいはい、わかりました。ごめんなさい、ちょっと、前半を無駄な考察に使ってしまいましたが。9番さんと1番さんは、え?どういうこと?4番のプレイヤーは発言してください。村人の役がたりなしだから2番が村人だったらルール違反ですよってことですよね。語ってない。あ、これ2番が霊能使用したと思ってたけど、だとしたらだいぶ何をか考えてたことがだいぶ変わっちゃったな。まあでももしも2、まあまあ、2番が霊能だという前提で考えてたこととしては、6番ってその 5が出た後に、いや、2番の霊能発言を聞いて霊能潜伏を追ってないのは、偽臭い。っていう発言って、まあ、6、5、6、7どっちも繋がるなっていう、その、もしも5、6だった場合って、6がそれを5に言うことによって、2番、対抗の霊能かもしれないから、5番がもう霊能で出てちゃったから、強人には占いで出てほしいっていうメッセージにも聞こえるし、もしも6、7だった場合は、5番が強人で出た、で、2番は霊能の潜伏だって思ったなら、相方の7番に、いや、今回は潜伏2番かもしれないから出ないでくれっていう発言とも捉えられるから、6番はどっちともつながるなっていう気持ちでいたんですけど、2がそもそも、村なんですね。まあ、でもどっちにしろか。どっちにしろ6番っていうのは5、6、6、7、どっちにもつながる要素があったと思ってるんで。であと1番の言う、その、なんだっけ、気になったところね。1番が、潜伏いたら釣るって言ったけど、その位置でそれ言ったところで意味ないから、あんまり村りないと思ってるんですよね。はい。5番。のプレイヤーは発言してください。もう一回整理したいなと思ってます。お願いします、内視の人。で、あとは、2番さんの補足すると、2番さんが、普通に霊能じゃない、まず霊能を語ってないっていう、使用してないですよっていうところで、本当に言いたいんだったら27でって話、あ、84使用ありがとうございますっていうところで、だから別に2点別語ってないっすよ。そもそもね。だから最後はそこ間違えないでほしいなと思いました。まあ、新聞の俺も6番さんが単体黒いかなとは思っていて、俺2がね、カリウだと思ってたのよ。だから触れなかったんだけど、なんかそこをなんかわざわざ指摘してきて、なんか6番が。それって結構無駄にないよね。別に。そこの指向性の違いだけで、なんか、許さないかなと思ってます。で、7に関してはおそらく強靭かなと思っていて、まあ、多分、二郎が潜伏してるんじゃない、だから6の相方っていうところはないので、単体精査で、普通に、9、1、どっちから探していけばいいかなと思っていますよ。今はまあ、弾いていいかなと思ってます。今のところね、この1日目段階では、ないでください。6番のプレイヤーは発言してください。はい。グレーから行くんだったら2落とし、レノから行くんだったらどっちでもいいですけど、5番じゃ落としましょうか。はい。
まあ、4番、白崎の4番も6番が最高で見れそうなんで、8番さんは6占いが多分いいんじゃないですか。じゃあ、9番1番に関してはなんか、1番はなんか、別のゲームかなんかの、その後ろのとか気になって、なんか、あんま聞き取れなくて。9番もなんかあんま精査してる気がしないと、あんま印象なくて。2番が1番と着想黒くて、追加できるっけ？できねえな。2番視点でなんだっけ、ランテージ含めたから、それって5番視点で2戦なんないのか。あ、ちなみに俺5番2戦、あ、いや、これ5番2戦決めって、2番詰めて、で、8番6占い、なんなら91につけてほしいけど、6でもいいよ。はい、7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。まあね、2番の発言を聞いてからですかね、今日は2番。僕目線では、明日5番を釣ってくれるなら、今日2番落としとか、正直2番に関してはまだ分かんないけど、人狼とは。1番も結構怪しく持ってるんで、8番さんには、1番さん、2番さんの意見をしっかり聞いてもらいたいなと思ってるのと、まあ今日、霊能から行くんであれば、まあ、僕は村人だった場合は、まあ霊能落としが一番いいかなと思ってるんで、5番から絶対行ってほしいなと思ってます。うん。で、多分、皆さんって、霊能、釣り切った方がいいって多分意見があると思うんだけど、僕は5番を釣り切って、できれば7番を死んで見てもらいたいなと思ってるから、この考察は頑張るんだけど、1番、2番が怪しいと思ってるんで、できれば5番釣って、8番さん、まあ8番さんに任せるけどね、1、2でどっちか黒出たら、僕の死を追ってほしいなと思ってるけどね。で、白出てないとこから騎士が出て、4番さん白ってことで、かなり村人有利だと思ってるんで、まあ全然村、霊能ローラーでもいいと思いますけど、まあ僕が無霊側だったら、霊能、まあ分かんなかったら両方釣ってもいいと思いますけど、圧倒的にね、僕死んだと思ってますよ。はい、5番さんってね、うん、一周目にも、なんか、霊能って思いましたよね、皆さんね。はい。5番さんの偽要素言おうと思ったけど、忘れちゃったんで、まあ、その辺も心配持ってもらえれば。はい。8番のプレイヤーは発言してください。今、霊能アローラでいいんじゃないですか。そうですね。占いは、どこに飛ばすかは、3番さんが決めてくれたらいいかなと。まあ今ぐるっと聞いてもらってね。まあ最後に3番さんがここ占いってところを投票してほしいですね。まあ今日は5-7で。で、同票になった場合っていうのは、僕の票に合わせてください。じゃあ、サバさん、占ってほしいところ投票お願いします。9番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。うん、まあ、今日は、6番でいいじゃないですか。うん、霊能3仕様で霊能いかないんだから、6すります。もう、確定順が以上です。1番のプレイヤーは発言してください。ん？ケイバーさん話聞いてる。5、7精査やったら7。はい。なんだ、2番さん最初に、霊能ですけどって言わんかった。それ、なんだ、ムラリアル行動な。わからんねんけど。あと7番さんがなんか、2番発言聞いてからかなって言ったけど、2番も2周発言してるからもうないよ。はぁ、8番なんだ？ 2 番の、意味わからん行動は、生産入れへん？例のローラーやったら5だ。僕は7からでいいんちゃうかなと思ってる。で、6番が僕のその、ムラリない行動っていうのが意味わからんけどね。全然あったと思うけど。平和村やったら、ラキラキだね。はい。7いくよ。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。
7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。まあ、4番さんと8番さんに入れられてるんで、まあ、しょうがないなと思ってますけど、5番さんを追い切ってください。まあ、僕目線って1番さん気になるなと思って、2番さんが昨日の時点で、昨日っていうか2周目の時点で 7番を2セット持ってるのに、5番に入れたのがちょっと多分真の霊能だなと思って、なんだろう、投票するのまずいと思った位置にも見える。2番さんは気になる位置かな。まあ、シンプルに言えば1番なんだけどね。ただ8番と5番と同じ思考してるからね、1番ね。まあ8番に任せるよ。うん。1番さんが村かもしれないし。うん。はい。釣り切ってください。絶対。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは3番4番のプレイヤーは発言してください。9黒マジ9黒なんや。てか9占ったんや。で、七白。うん、念のせいだね、上司は。九、夜にスキップしました。夜が来ました。目を閉じてください。こういうせこいことするから、廃屋が蹴るわ。つまんねえやつだから、まず。つまんねえ。子供がまあ、やる気はなかったから。どっちでもいいや、やる気がねえから早く終わんねえかなと思った。狼だから別にいいんだけどさ。霊能出てんだね、まずよ。もうやる気ねえもん俺、早く。まあ狼だから早く終わんねえかなと思ったから。霊能で出るやついいんだぜ。まあ、ムカついてくるわ、こっちが。もうよ、普通にやればいいのに。語り入れても入れようが入れてまいが。朝が来ました。昨夜死んだのは何してんの。8番振り切りで終わりでしょう。1番のプレイヤーは発言してください。はい、8番さんないっすよね。ああ今日5釣りね。ああってなると俺と2番のせいとなるんか。まあ5番で終わらんかったらね。まあ、5番位置で言ったら、あそこの位置で霊能出るのは進路どっちなんかなって感じかな。ごめんね。わからんなこれ。
2番の狼名って言ったら意味わからん行動よね。うん、ちょっと2番さんに聞きたいんやけど、霊能って言ってるよね。それ発言してもらっていいかな。今日は5番いきます。はい。2番のプレイヤーは発言してください。いや、本当に僕、嵐とか何でもなくて、普通に霊能使用したつもりです。僕の、この画面録画とか、早くしている方いたら流してほしいけど、気にしないと思います。とりあえず、俺、マジで、8番さん最高。いや、これ、9番さんがそれ自爆するっていうのが、もうエンターテイナーとしてマジで最高ですね。はい。もう、これが見れたんで満足ですね、僕は。で、僕、5番に投票した理由は、なんか、村目線5番の、てか2番がもし狼だった場合って、2番の相方5番しかいないんじゃないかと思われてそうだったんで、それ嫌だったんで僕5番投票しました。はい。そんぐらいです。じゃあ今日5番釣ります。4番のプレイヤーは発言してください。そう。自分も2に霊能マークつけちゃってたからね。まあ。2番がもしも霊の、霊の使用してた、手取り下げた前提なら、まあ、狼目はあると思ってるな。取り下げた理由が、9が6占いそうだった流れだと思ってたんだよね、あそこは。だから、もしも3使用で572の中に2浪いて、あ、2浪じゃねえ、1強1浪いて、6が狼だった場合って、それで占われた段階で積むから、まあ、2狼、6狼で57にどっちかに強化いた場合は、それが起こりうるのかなと思って、取り下げはあるのかなと思うけど、6白でしょ。で、2が取り下げるパターンって、そもそも、じゃあ使用しなければいいじゃんって話になるから、6狼、てか、その占われ1だったやつが、狼だった以外に2番って取り下げるメリット特になかったと思うんだよな。まあ、で、そもそも取り下げる以前に使用してないっていう場合は、まあ、ちょっと2の狼目に関してはちょっとうやむやになっちゃってわかんないんだけど。で、1が、まあ、1も、ま、7釣り以外にあんまりちょっと印象ないんだけど、まあ、1周目で言うと、潜伏は釣るよっていう発言をしていて、まあ、実際のところ、まあ、8が死んで、1狼だった場合って、もうそこから後に使用するやつはいないわけで、どう取るかだよね、この発言を。この発言を白いと取るか、黒いと取るか。両面線ある。5釣ります。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、教授ね、据えてるんで、まあ、俺映ってもらって、明日1、2精査してくださいっていうところなんですけど、まあ、俺目線であれば、おいしいの霊能だから、1、2投票釣り来たら勝てるよってところは言っとくね、一応ね、4読に言うけど、こう言っとくわ。どうなんだろうね、普通に、投票行動が普通に、まあ、1球がないっていうのもどうなんだろうね、まあ、普通に多分、人狼目線ってグレーに2人いるから、まあ、霊能なんてどうせ釣り来てがどっちでもいいっていう感じだよね、死んだろうが、強人だろうが。まあいいわ。なんか普通に1、2制作ちょっと結構迷ってるし、俺多分ミスっちゃうと思うから、まあ俺今日釣られてもらって、まああとは4読精査、4読じゃない、4読の人たちで1、2の精査ちょっとお願いしたいなと思ってます。結構これ難しいと思ってんだよね。まあ2番はシンプルにまあおかしいけどね、なんか対抗だと思いたくないが5いったっておかしいけどね、発言とか投票1。6番のプレイヤーは発言してください。2番はさ、霊の使用してんのお前。ねえ。どっちなんだよ、してんのかしてないのか。なんかさ、今日なんか霊王の使用したんじゃないの？だから2号釣り切りってなかった？ねえ、違う、言ってないの、言ってんの、どっちなんだよ。3使用目で霊能してたでしょ、2番って。嵐でもなんだよ、チャット打てや。霊能なのかよ、オッカミなのかよ、セムナなのかよ、チャットしていい。スムラとかそういうチャットぐらいいいんでしょ。
投票を始めてください。2番のプレイヤーが選ばれました。あー早く終わった。ゲーム終了。村人の勝ち。